マウントカーメル軍区の風景。州内のノーサンバーランド軍の位置軍内のマウントカーメル軍区の位置マウントカーメル軍区は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド軍にある軍区である。2000年現在の人口は2701人。アメリカ国勢調査局によると、マウントカーメル軍区の総面積は57.0平方キロメートル。 56.5平方キロメートルが陸地で0.5平方キロメートルが水に覆われている。2000年の国勢調査によるとマウントカーメル軍区の人口は2701人であり、1086世帯729家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり47.8人である。 1250軒の家があり、1平方キロメートルあたり22.1軒の家が建っている。町の人種構成は99.56%が白人0.00%が黒人内しアフリカ系アメリカ人0.00%がアメリカ先住民0.11%がアジア人0.04%が太平洋諸島系0.04%が その他の人種であり0.26%は根結である。人口の0.11%はラテン系である。全世帯の27.0%には18歳未満の子供が同居しており、51.3%は夫婦で一緒に生活している。11.1%は夫のいない女性が世帯主であり、32.8%は独身である。 全世帯の30.3%は一人暮らしであり、17.6%が65歳以上である。平均世帯人数は2.36人、平均家族人数は2.93人である。マウントカーメル軍区の人口は 20.、20.9%が18歳、未満、18歳以上24歳以下が5.5%、25歳以上44歳以下が23.4%、 45歳以上64歳以下が24.8%、65歳以上が25.4%で、ある。年齢の中央値は45歳である。女性100人に対して男性は88.0人で、あり、18歳以上の100人の女性に対して男性は82.3人である。町の一世帯あたりの平均収入は28,438ドルで、あり、 1>, 1家族あたりの平均収入は35,847ドルである。男性の平均収入が31,713ドルに対し、女性の平均収入は23,047ドルである。1人あたりの収入は15,376ドルである。人口の10.8%が極貧層である。十八歳以下の住民のセント。 65歳以上の住民の13.1%は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。